はい、ひとつきます。清水です。今日はですね、時事通信とかで見るとですね、内閣支持率が5割を切りました。で、タイトルにもあるんですけど、物価高が対応評価しませんと、こう出ているんですよね。で、じゃあ、物価っていうのはですね、今、日銀ですね、これがですね、円安になっているので、こっちの方向に行けば行くほどですね、物価上昇というのは広がっていってしまいます。しかし、なんと、日銀黒田総裁はですね、これだけ金融緩和を、したら円安になると言ってる状況の中で、大規模金融緩和維持というふうに決断をしてですね、これ本日6月17日に撮影してるんですけども、早速、なんか円高に触れてきたぞって言った。131円ぐらいまで行ったって私が、ピュンって135円ぐらいまで戻ってしまって、いや、もう無茶苦茶な状態になっております。この状況をですね、日銀のね、黒田さんが総裁になる前にね、何回か取材もしたことのある佐藤さんにちょっと聞いてみたいと思います。佐藤さんはね、諸行政治家小沢一郎っていうのが最新刊なんだけども、いろんな政治家官僚を取材し続けて40年ね。で、経済部にもいた、そんなね、佐藤さんにいろいろ聞いてみたいというふうに思います。佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、日銀がね、今日金融政策決定会合をやって、さすがに世界の投資家も、いや、もう大規模金融緩和、要するにアベノミクスの継続はやらないんじゃないのかな、どう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 かなって思ってたら、やりますっていうふうに言って、そうするしかもはやないんだけども、世界中が唖然としたと思います、これは。そういうああ、状そう況ですでよす。ね。まずね、この日銀の政策決定会合ですね、これが注目されていたのは、まずね、その前に、このアメリカのね、FOMC ですね、これ、アメリカの連邦準備制度理事会、FED ですね、フェデラルリザーボードですね、これの連邦公開市場委員会、FOMC が開かれて、なんとですね、政策金利を0.75%利上げするというね、普通だったらね、0.25%ずつ小刻みに上げていくんだけども、一挙にこれ3倍ですね、0.75%、この利上げを決めたということドカで、ーンと行きましたで、ね。ちょっと驚きを持って迎えられたわけですよ。ね。これ要するにね、アメリカにおけるこのインフレ率がですね、やっぱり予想よりも高かったということでですね、やっぱりこのフェッドのパウエル議長ですね、これがもう0.75%上げざるを得ないということで上げたわけなんですよね。一つのこれは驚きを持ってマーケットに迎えられたわけなんですよ。ね。そういうようなことで、じゃあね、アメリカがこの利上げしたと、大きく利上げしたということで、じゃあ日本はどうするんだということですよね。というのも、この各国の通貨の中で、日本円がですね、餌食になっている状態なんですよ、一人ね。要するに、アメリカとかですね、今日もね、今日っていうか、16日、17日もね、このスイス銀行であるとかですね、ヨーロッパの方もいよいよこの利上げのですね、なんていうかな、動きが出てきたわけですよ。そして、なんと、日本だけが利上げしないという状況になってるんですよ。ね。で、そうすると、この日米金利差が一番典型的だけども、金利がですね、開いちゃってると。アメリカが上に上がって、日本はそのまんま。いうことであれば、当然ですね、その資金の流れは、金利の高い方に流れるわけですよね。もうこれはもう鉄則中の鉄則なんですけども。そうすると、このね、例えばアメリカのドルですね、アメリカの国債を買うためには、ドルをまず買わなければいけませんから、そうすると、ドル買い、円売りになるわけですよね。なるね。そうすると、ドルが高くなる。円が安くなる。この動きになるわけなんですよ。そうすると、円安というのは、当然ながらですね、輸入インフレになるわけですよね。輸入物価が高くなる。
輸入物価が高くなるということで、まずね、これから、夏、それから秋、非常にね、物価高が非常に予想される中で、さらに輸入物価が上がっていくと。ということで、じゃあ日銀はね、そろそろ動くんじゃないかと、利上げの方もね、というふうな予測、あるいは利上げに動かないまでも、何かコメントがあるんじゃないか、ということをね、考えたんだけども、なんと全然変わらずにですね、この17日の日銀の金融政策決定会合、ね、これはですね、従来の金利政策をそのまま、全くそのまま、ということで、これもまたですね、ちょっと一つの驚きをもって迎えられたわけなんですよ。ね。要するにね、今言ったようにですね、これね、前も紹介したんだけども、この帝国データバンクなんかのね、この調査によればですよ、この年内にね、1万点を超えるですね、値上がり。これがね、予想されてるわけですしよ。かもそれ食品だけですからね、1万点って。年あ、内そう値上げそう、これ1食万品だけ品です目よ。突破っていうのは、食品主要5社。だからね。他の、ユニクロとか値上がりした分とか入ってないの、これ。入ってないんですよ。ね。だからユニクロがね、なんだっけ、1000円ね、値上げしましたよね。フリースとかこれね。ね、だから、そうそう。だからこれはね、いよいよ食品が衣料品にですね、転嫁してきたと。火がついてきたということで、これからますますですね、いろんなものに広がっていくわけなんです。ね。というようなことで、これはね、とにかくウクライナ戦争でですね、小麦粉とかね、そういう、なんていうかな、食料品の値上げが、相次いだと。そして、当然ながら資源価格も上がったと。そこに加えてですね、この日本の場合は、円安というですね、そういうことがついてます。そして、それが秋口から、影響が本格化すると。というようなことで、これはね、ちょっとかつてないほどのですね、インフレが予想されるわけなんですよ。ああ、怖い怖い。しかもね、これアメリカなんかはもうそうなっていくんだけども、景気がね、良くならない。つまり、景気後退なんですよね。景気後退なのに、ね、インフレだけは進行していくというね、これはもう最悪のスタグフレーションなんですよ。これがもうアメリカはもうすでにそれに入ったと言われているわけなんだけども、日本がその状態にあることはもう間違いないわけですよ。ね。間違いない。ということはですよ、この実質賃金ですね。実質賃金というのはね、このインフレ率ですね。それから、この賃金ですね、の上昇率。これを差し引きしてですね。いや、実際はね、全然給料は上がってないんですよと。ね。そういうような状態なわけだけども。これはね、第二次安倍政権以来ね、ほとんどそうなんですよ。ほとんどね、実質賃金下がってるんですよ。これは下がってるんですよね。要するにね、これはね、黒田さんは、黒田日銀総裁はですよ。まさにインフレ率2%を目指すということで、ずっと金をジャブジャブと流し続けてきたわけです。ね。ね、ところがですね、2%を、これはね、達成できないと。ね。ところが、ここに来てですね、軽く2%達成しちゃったわけですよ。ね、それはね、全然ね、黒田さんの考えと違うインフレで、ね。もう黒田さん考えていたのは当然ながら、インフレって2種類あって、ディマンドプルインフレをね、当然ながら想定していたわけですよ。つまり、需要が経済を、景気を引っ張っていくというね、こういう景気のいい状態。そうすればね、もう物価が上がっていきますから、これでね、2%ってそれみんな歓迎しますよ。ね。ところが全然それができなくて、ここに来てね、もう一種類のインフレ、つまりコストプッシュインフレ、つまり資源価格であるとか、食料価格であるとか、あるいはこれから襲ってくる、
輸入インフレ、うん、こういうコストが上がってインフレになっていくというね、うんうんうん、それで 2% を超えちゃったというですね、うん、全くの金融政策の大失敗中の大失敗、はい、日銀のね、中央銀行の役割ってのは第一に貨幣価値のですね、保全というかな、を守ることですから、うん、これはね、物価がコストプッシュで上がったっていうのは、うん、最低ですよ、うん、最低の中央銀行ですよ、これ、うんうん、ね、いうことになってしまった、うん、そして、ここに来てですね、さすがにアメリカがね 0.75% 利上げ、うん、ね、たんだから、日本はそろそろですね、国民生活を守るためにね、少しはこの利上げ、ね、の動きを見せるとかですね、うんうん、何か言わなくちゃいけないんじゃないかとか、うんうんうん、全然言わなかった、うんね、これなんでかというとですね、うん、黒田さんはね、この自分の保身のためにですよ、はい、ね、金利が上がることが怖くて怖くて仕方ないんですよ、うんうん、つまり国債ね、10年ものの国債のですね、利回りこれね、今 0.25% プラスマイナスですね、うん、で抑えていますけども、今ゼロ金利、その上下 0.25% って言うんですけどね、はい、うん、この 0.25% 以上に上がることが怖くて仕方ないんですよ、うん、なんでかと言いますと、これが 0.25 を超えていくとですね、もう歯止めが効かなくなっちゃうんじゃないか、うん、うん、ということで今ね、マスターにですね 0.25% になったらすぐ国債を買いますというですね、指値オペですね、チネオペというね、はい、そういう宣言までしてですね、うん、抑えてるわけなんですよ、うんうんうん、つまり黒田さんもね、心中やっぱりね、長期金利が、ね、手がつけられないほど上がっていくというですね、うん、まさに円の暴落に結びつく事態が怖くて仕方ないんですよ、うんうんうん、それがまずあるんですよね、うんうんうん、そしてね、もう一つ上げられないのは、金利を上げることができないのは、まず何と言ってもね、その国債の金利ですよね、はい、これが上がるということは、ね、政府の支出が増えるということじゃないですか、うんうん、ね、政府の支出が増えるということは、じゃあ、消費税を増税するんですかと、うん、ね、これはそんなことできませんよ、今ね、うんうんうん、経済的に言っても、政治的に言っても。ということで、さ、絶対できないんですよ、うん、なので、国債の金利を上げることはできない、ね、というようなことで。そしてさらに驚くべきことには、何度も説明しましたけども、日銀がアベノミクス以来ですね、マーケット、つまり、民間の金融機関に流し続けてきたお金、はい、540兆円が、そのまんまですね、民間金融機関は、一般企業に、例えば設備投資とかですね、うん、そういうことを出し出すことなく、うんうん、そのまんま全部ですね、それぞれの日銀当座預金口座にただ積むしかない状態であるということですよ。で、540兆が日銀の当座預金口座に積まれているというですね、本当に前代未聞の驚くべき事態が今あるんですよ、水面下。すでにね。そう。これはね、非常に怖いことで、これはね、いつね、円の暴落っていうかな、それに結びついてもおかしくないような状態なんですよ。ね、だから今時限爆弾の上に乗っかってる。だから黒田さんも気が気じゃないと思うよ今。何がそうなんですよ、うん、ね、それにもかかわらずですよ、安倍さんという人はね、もうこの問題の主犯ですよ、うん、アベノミクス、ね、主犯、うん、その安倍さんは何て言ってるかというと、いや、日銀は政府の子会社でありますので、うん、国債をいくら発行しても買ってくれるのであります、だから、うん、心配はいらないであります、うん、とか言ってですね、うん、まあなんというかですね、あ、まあ知らないというのは一つの武器になるなそうですね、うん、ね、安倍さんだがこういう状態を知らないので、うんうん、ね、そういうね、とんでもない、極楽とんぼのことを言ってるわけなんですよ、うんうん、これね、本当に恐るべき、ね、状態なんですよ今、うん、ね、すごい恐るべき状態、うん、そしてさらに言えばね、岸田さんのですね、支持率が下がって、うん、そして、これは原因はもうはっきりしていて、うん、これは物価高騰以外何者でもないですよ、うんうん、ね、そしてね、
各党のですね、今、参議院選挙を迎えてね、党首討論とかですね、ぼちぼち始まりましたけども、もう各ね、党首が言っているのは、この物価高騰ですよ、これに対する対策が岸田政権、まるでなってない。これははっきりみんな言ってますよ。いや、なん絶対言いますよ、もね、なんとかしてと。ね。で、最低限ですね、この輸入物価だけを抑える努力をしたらどうと僕は思うんですよ。ね。でね、支持率が下がるのは当然というかですね、今日というか17日の朝日新聞を見ていたらですね、こういう記事が載ってるんですよ。ね。困窮家庭、物価高で生活苦しく、85%。すごいな、ね。これ、現時点でってことですよね。現時点ですだよ。からこれ、もっと残念ながらひどくなるよ。ね、支援団体が今日さ、ね、ちょっと読んでみるとですね、食料品の値上げなどが困窮家庭の生活を脅かしている。ね、支援団体が最近の物価高で生活が苦しくなったかをアンケートしたところ、大変苦しくなった。苦しくなったと答えた人の割合が合わせて85%に上ったということなんですよね。で、これ調査をしたのはですね、認定 NPO 法人、キッズドアっていうところなんですけども、ね。で、それ後半部分読んでみるとですね、本当にひどいんですよ。ちょっと読んでみるとですね、キッズドアの渡辺由美子理事長によると、回答者の多くが、一人親や年収200万円未満の困窮家庭だという。もともと生活が苦しい方たちが物価高でさらに苦しくなっていると指摘。エアコンをつけると電気代が上がるが、切ると熱中症になる。お金がないのでどこにも行けない中、子供たちは熱中症か栄養失調のどちらかを選ばないといけないような状況だと語ったと。これ、どう思いますか、これ。熱中症か栄養失調か選べって話ですよ、これ。まあでも確かに、なんか岸田内閣は節電したらポイント上げるとかっていう、なんかトンチンカンな政策を打ち出したりしてますけど、いや、熱中、東京とか大都市部でね、エアコンかけなかった、もうエアコンが前提で作られてますから。もうなんそうでで、すよね。ちなもみに熱中症って皆さん、室内で亡くなる方すごい多いんですよ。やっう。ぱり、すごく高くなるから、室温が。外で遊んでて倒れるんじゃなくって、家の中で倒れる人すごく多いんですよ。なので、まさにエアコンで、ね、つけなくて熱中症になるか、電気代、まあそうやって電気代を節約するわけですよね。で、じゃあエアコンつけるってなったら、食費。これはかかるわけそですよ。う。そういうことなんです。こんなのもうだから、先進国じゃないよ。いずれにしても健康を損ねるってことですよ。これ憲法違反じゃないですか、これ。最低限度の文化的な生活ね。健康でこういう文化こと的です。な生活。ね。これね、岸田さんのね、支持率下がるどころか、これ失格ですよ、これ、政治失家と格、し失て。格。ちなみに東京電力の値上げって、もう12ヶ月連続で毎月値上がりが続いていて、なんとですね、この平均すると去年と比べてですね、3割値上がりしてるんですよ。3割ですよ。だから今まで5000円で住んでる人が6500円になるし、まあ一人暮らしはそれぐらいだったんだけども、だからもう家族で住んでたら1万円超えるのはもう当たり前。で、夏場の電気代なんか高いからガンガン使って、どん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 高くなっちゃうっていですよう。ね。先生、それに加えてね、食費、そしてさらに医療費ですね、これが値上げが来るということで、これはね、ちょっと考えられないことですよね。これ、そしてね、それをですね、ね、本来防ぐのが、ね、日銀、中央銀行の役目なんですそうよ。ですよ、物価の安定が一番なんだから。そういうことなんですよ。でもなんね、か、値上げはそう許いう容日して銀、いるみたいなことを言って、袋叩きにあってましたよね。そういうね、日銀総裁の黒田さんがですよ、ね、物価上昇をね、値上げをね、各家庭はね、許容しているなんていうね、許容したらですよ、熱中症か栄養失調、どちらか選ばなくちゃいけないってね、許容できるわけないじゃないですか、どう考えても。ね、その黒田さんがですね、なんと、ね、生涯収入は11兆、11億円を超えてね、
で、世田谷区のオークションは、ポーンとキャッシュで買うっていう。ポーンと現金で買っちゃうね。そしてね、まあ、各、なんていうかな、日銀はじめアジア開発銀行とかね、もう天下りし放題、ね、退職金もらわれ放題、ね。こんなものね、もう国民ね、これ革命起きますよ、これ。いや、一気だよ、一気。おかね。しいもん、こんなの。ああ、そうですよ。いや、でもこの朝日新聞のこの困窮家庭、物価高で生活ああ。苦しく、これ、きついなこれきついよあ。ね。ああ、子供のこれ食きつ事いよ。状況を尋ねる質問では、食事の質、栄養バランスが悪くなった、食事のボリュームが減った、肉や魚が買えない。そういう回答が目立ったということですからあね。で、夏休み中の食事の不安については、あると答えた人は全体の81%に上った。これね、現代国家ですか、これ。いや先進国って言えますか、これ。ー、言えないね、これは。言えないね、これ。言えないね。で、回答者の多くが一人親や年収200万円の困窮世帯っていうふうに、で、これだけだと、皆さんね、ああ、そういう大変なところもいるんだなっていうふうになるかもしれないけど、日本は非正規雇用がですね、2000万人近く、もうちょっといるわ。あ、2000万人ぐらいか。2000万人ぐらいいるんですけども、非正規雇用の平均年収は176万円ですからね、皆さん。困窮世帯は200万円以下なんですけども、これ、子供がいるから余計大変なんだけど、非正規雇用全体で見たら平均年収は176万円です。で、その人たちがこれから電気代上昇の夏を迎えるわけですよ。そういうことですよね。本当にね、この非正規雇用っていうかな、まあ、それをね、この小泉さん、小泉竹中そう、コンビのが。ね、政策でね、ずっとやってきたわけですよ。ね。慢性にやってきたわけですよ。ね。そしてみんなね、まあ僕もね、これもね、記事にはならなかったけども、随分取材しましたけど、本当にね、大変だし、殺伐たるとしたものですよ、これは。本当にね、子供たちが本当にかわいそうですよ、これはね。そういう状態を作ってきた自民党政治がですよ、ね。まあ、いわゆるこれ、ネオリベって言うんだけども、新自由主義が、ずっとこれをやってきて、そしてここに来てですよ、ね。中央銀行総裁がですよ、日銀総裁がね、安倍さんがね、ずっと守っている日銀総裁が、値上げはね、許容されていると。そして、このインフレのですね、まさに最大要因になりつつある、この円安についてですね、何の打つ手もない。どころか、このまま行きますよと、高らかに宣言していると。ね、まあでもうそういう状態のね、なんていうかな、この政権というのはね、これはね、存在許しちゃいけないと思いますよ、僕は。まあでもね、じゃあ円安やめればいいじゃないかと。ね。まあ具体的には日米金利格差を縮める方向に行って、大規模金融緩和をやめたらいいんでしょって思うかもしれないけど、いや、そうは問屋が卸さなくって、まあ佐藤さんも説明してくださいましたけども、安倍晋三が積み上げたですね、黒田バズーカね、500何十兆円ですね、金利がつくとですね、これも細かい話は置いとくとですね、まあかなりと消費税上げなきゃダメなんですよ。で、しかもその消費税が社会保障とかじゃなくって、ために貯めた金の金利、国債、買ってきた国債の利息を払わなきゃダメ。そうするとですね、結局不況なんですよ、それは。だからもう、簡単に言えば、簡単に言えば、その金利の支払いにね、10兆円必要なんですよね。まあ13兆円ぐらい必要なんだけども、そうで、すそるれ、と5、消費税、6%。まあ5、6%いくかな、まあまあ3、4%はいくああ、わそれぐけらいでなんすですか。よね。3、4%いくんで、まあ、そんなことない、もう上げることが絶対できないんで、もう今はね、その参議院選挙を前にした各党のね、党首の討論を見ても、ね、みんな、消費税をまず下げろと、5%にしろと言ってるわけですよ。これね、自民党と公明党だけですよ。このまんまって言ってるの。あとね、
全員ね、下げろと言ってるの、5%に。ん。桃太郎さんはね、消費税ゼロにしろって言ってますけども、ね。できますよ、もちろん、そんなことは。ね。これね、税率というのは、税金というのは、なんていうかな、経済状況に応じてですね、上げ下げするのが、これ経済学の常識なんです常よ。識ですね。アメリカなんか見てても、しょっちゅう上げ下げしてますよ、これ。ね。で、日本はね、それやんないんですよ。なんでかっていうと、財務省がかたくなにやらせないんですよ。だからそこをね、かつて民主党政権は財務省を抑えて、ね、そういうところをね、政治の力で何とかしようというのは目標だったんですよ。まあ、いずれにしてもですね、そういう具合にして、今の自民党と公明党は消費税を下げないと。あとはみんな下げると言ってる、5%。そしたらもうね、もうどっちに投票するかもうはっきりしてるじゃないですか、もう。全ね。くです。これ消費税下げなかったら、これみんな大変なことになりますよ、これ。消費税下げ、5%下げれば、それだけね、物価下がると同じですいから、や、それそうですね。よ。で、逆に言うと、これ消費税据え置きでもね、物価が10%上がるとするじゃないですか。そうするとこれ消費税1%上がるのと一緒ですからね。消費税10%の状態で物価が10%上がるっていうことは、だから隠れ増税みたいなもんだから、こんだけ物価上昇するんだったら、むしろ消費税減らさないとダメなの。そうじゃないと景気が冷えすぎてしまう。いやでも何もせえへんし、もう自縄自縛というか、禅門だからの虎ね、子を追う者みたいになってる。だから岸田さんがね、もうね、去年の秋の総裁選挙の時に、もう新自由主義という考え方とは、おさらばすると決別すると、こういう意味合いのことを言ってましたよね。本当にね、そういう考えならばですよ、これね、法人税とそれから消費税のあり方を見直さないとダメですよ。つまりね、これ、山本太郎さんはね、これをずっと言ってますけど、で、その前にね、僕なんかもずっと言ってますけど、ね、法人税と消費税はね、トレードオフの関係にあるんですよ。つまり、消費税を上げて法人税を下げてるんですよ。これずっとこの繰り返しなんですよ。それね、もうね、そろそろ逆転させなきゃダメですよ。このね、試みをやらないと、よくならないですよ。まあ、あとまあ、こうは、いう。その、肥料の値上がりね。もうすでに9割値上がり。で、日本の食料自給率とか考えるとですね、肥料が値上がっていくとですね、もう農産物も値上がりしますよ。で、しかも肥料の最大の輸出国の一つがですね、ロシアとベラルーシ。なんじゃそりゃっていう感じじゃないですか。で、もうそういう状況で、もう首根っこつかまれてるわけですよ。あ、原油が高くなる、電気代が高くなるでしょ？で、そうすると、今、肥料も全体的に、ロシアとベラルーシが、から買わなくなったから取り合いになっています。そうすると、肥料も高くなるし、食料品も高くなるのの、あと小麦粉ですね。小麦粉の最大の輸出国は、ウクライナとロシアですから、もう、かけそば、ざるそば1杯1000円の世界、マジで来るかもしれないし、で、こういうズタズタの状況にしてしまっているのは、30年続いた自民党政権のせいじゃないですか。なぜ？それなのに、もし、岸田内閣の支持率がね、時事通信で5割切ったよ。いや、もうこんなの、森喜朗ぐらい、森喜朗で。もう消費税並みの、支持率でいいよ。もう10%とかね、それぐらいまで下がっていいと思うんだけど、全くその通りですよ。もう岸田さんのね、言うことを聞いて、評価できるっていうのはね、ただの一つもないですよ。だったらね、安倍さんがよく言うね、核共有、ね、ニュークリアシェアリング、あれは議論するつもりがないと言ってるんで、その一点だけですよ。ああ、そうで評す価でね。きるのは。あとね、経済、何も分かってない。本当にね、この人って勉強しない人だなと思いますね。で、こういう人にね、その投票するっていう人は僕は理解できないんですよね。いいです、これは。もうため息しか出ないんだけど、でもちょっと希望があるのが、橋留政権の時もね、確か円安が進んで、
で、物価とかがちょっと上がったから、あ、自民党勝つかな、現状維持かなって言われたら、ちょっと負けたんですよね。だから、今回も、ちょっとその、ちょっとだけ、ちょっとだけその傾向が見れて、選挙前に、え、物価高くねってみんな思い始めているから、これもうちょっと高くなったら、いや、高くなってほしくないんだけど、みんながちゃんと、あ、岸田政権だったら、これもうあかんわ。っていうふうに気づいてくれたら、自民党はコロッとダメージを受けます。なぜかというと、岸田さんが大好きだから支持しますっていう人はいませんから。安倍よりマシ、菅より怖くないっていう程度の理由なんで、あ、これあかんなって言ったら、パタパタパタって変わる可能性があるのでね、この物価上昇についてはちゃんと佐藤さんと取り上げなきゃなっていうふうに思って取り上げた次第。保守流政権がね、負けたのはですね、やっぱり消費税ね、上げたんですよね。ああ、そっかそっかそっか。そこがやっぱりね、一番大きいんですよ。今回ね、岸田さんはね、消費税を上げ、なんていうな。上げない。上げないまでも、買えないでしょ。買えないですよね。だから、でも各党は下げろと言ったでしょ。そこがね、どう出るかっていうことは僕ちょっとあると思うんですよね。確かに。だから、とにかくね、消費税下げるべきですよ、今。今 5% に下げなければ、何のための政治やってるんだってことですよ。全くです。岸田さん下げないと言ってる。ね。これはおかしい。ね。これはもう政治をね、投げてるとしか言わない。そこがね、どう出るかですよね。はい。まあ、そんなわけでね、今日は物価上昇、黒田さんはもう何も動けない状態。そんで、さらに岸田さんはもっと、まあ、ていうか、多分岸田さんを、黒田さんはやべえなって思ってるけど何もできない。岸田さんはどうなってんの今っていうレベルの、何も分かってないという状態だと思いますのでね、そんな状況を佐藤さんと伝えさせていただきました。応援のためにね、職業政治家小沢一郎買ってほしいなということで、今日も読書、チャンネル登録といいねよろしく。それでは佐藤さん、皆さんありがとうございました。どうぞ。はい、今日も見ていただきましてありがとうございます。佐藤さんの応援のためのカンパ、銀行口座とですね、クレジットカード、どちらかでもできます。一月万冊の公式ページができました。こちらに佐藤さんの今までの書籍、全部アップロードされていますので、欲しい人はこちらから見ていただけると嬉しいです。いつも見ていただき感謝します。ありがとうございます。